ルーカン教はアーサー王物語に登場する人物。アーサー王月の出事として紹介されるが、厳密に意味解釈するならばワイン係の賢釈自身である。後のマロリーの作品では、ベディビア教の兄弟でコルネウス公の息子とされる。書室はペルスバルの第一続編で、そこではアーサーの軍が溺れる城を攻撃するとき一番手となって、 ジョストに出場した。ルフボン系やマロリー作品においては、モードレッド教が引き起こした無本の最終決戦である、ソールズベリーを生き残ったわずかの家臣の一人である。ただし、二つの作品では、設定が次のように異なる。ルフボン系、アルティウス王の詩では、ソールズベリー平原での戦い後、ルーカンはいとこのジルフレと共に、負傷した王を、 黒き寺院まで担いだとされている。そして悲しみに暮れたアーサーは、ルーカンを強く包容しすぎるあまり圧殺してしまう。王権エクスカリバーを湖に捨てるよう、命じられるたのは、この作品では、いとこのジルフレである。ゾクルフボン系では、負傷した彼らの行き場所は、古き寺院という。トーマス・マロリー、アーサーの死では、ルーカン教は、ベディビア教の兄弟に設定されている。 そして、ソールズベリーの、給料での決戦後、アーサーを抱えていくのは、ルーカンとベディビア教の二人におけ変わっている。そして王を、寺院から移動するため持ち上げようとした際、ルーカンは、腹の傷が破れて内臓が飛び出し、死亡する。その後最後に残った家臣が、弟のベディビアであり、エクスカリバーを湖に捨てようと押せつかる。マロリーの作品では、初期は、 騎士としての活躍もあったが、それでも、ごく、たまに槍試合において、名前だけ登場するが、これといった活躍はしない。ありがとうございます。